真夏の太陽照りつける、ここはパワフルアイランド。ついにこの日がやってきました。野球界の新たなる祭典、そうパワフルフェスティバルが今開幕です。記念すべき最初の勝ち名乗りを上げるのはどちらのチームか。今大会全試合の実況は私、熱森宗敦が熱くお届けいたします。いざプレイボール。さあ、1球目投げた、初球を打った、ヒットになります。ボールは中継、二塁送球、結果はヒットだ。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。打席には2番バッターが入ります。投げた、アウトハイ、見送ってストライク。バントした、ピッチャー正面に転がった、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。
さあ、素敵にご登場したのは立川ひろみです。彼女の持ち味は何と言ってもストレートでしょう。さあ、チームの司令塔以下に進む。このにじみ出る育ちの良さで審判をも味方につけてしまうのか。さあ、初球、あっと危ない、間一髪かわした。投球2球目、打っていい当たりだ、掴みました。これでワンアウト。さあ、来ました、魅惑のメガネボーイ。なぜでしょう、私彼には期待せずにはいられません。矢部昭雄、打ちました。初球打ち、掴んだ、一塁送球、アウト。これでツーアウト。さあ、打席にはつくも空です。この選手、非常に素敵な流し打ちを見せてくれるとの情報が入ってきております。さあ、初球、初球からいった、打球はセンターへ、クリーンヒット、ボールが点々と転がっている。セカンドへ放り投げる、つくもツーベースヒット。チャレンジャー先制のチャンスを迎えます。走攻守三拍子揃った男前、歩まぬ努力は彼を裏切ったりはしません。努力の天才、友沢亮。投球これから2球目、きたー、文句なしの当たりだ、球場の外へ放り出した、先制ツーランホームラン。いらっしゃい友沢、やはりスター性のある男は違います。ストレートを完璧に捉えました。こちらが先ほどの先制のシーンです。さあ、非凡な野球センス、そしてほのかに放つ殺気、油断ならない雰囲気を醸し出します。蛇島キリト。さあ、1球目、マシンで捉えた、これは気持ちのいい当たり、センター見送った、ホームラン、ソロホームラン、やはり不気味な存在でした蛇島。初球から思い切っていきます。先ほどの、さあ、初球はスラーブはストライク、まずは決めてきました。投げました、打ちました、飛びついた、次はどう攻めるのか。渾身のストレートはボール、まずは先頭バッター三振に仕留めます。打席には7番バッター、投げました、初球を打ちました、センターへ飛んだ、ヒット。打ったバッターは二塁へ向かった、セカンドへ送球、ツーベース。さあ初球、初球を打った、破っていった、ナイスなバッティングです。チャレンジャーなおもチャンスが続きます。初球打ち、流した、ライト前キー、チャレンジャーズ1点入りました。三塁送球、タッチアウト、これでワンアウト。それではバッターは9番立川、インドを空振り、少し気遅れしたか、また空振り、軽くポポーンと追い込みます。インコースボール、体に近いところ、アウトコース高め、見逃し、セントジャスミン、なんとしても得点を上げたい9回です。打席には7番バッター、投げた、球威のある球を投げ込みます。直球空振り三振、チャレンジャーズ最後をしっかり締めて見事勝利しました。負ければ終わりのガチンコ勝負でチャレンジャーズが勝ちをつかみ取りました。大事な初戦を突破して2回戦へ進みます。あっと、これはどういうことだ、チャレンジャーズキャプテンが立川に歩み寄りました。昨日の敵は今日の友、すがすがしい表情でお互いの健闘を称え合います。いや、本当に胸が熱くなるゲームでした。以上、第1回戦の模様をアワフルテレビの独占生中継でお送りしました。それでは皆さん、ごきげんよう、アディオス。